これで600円、700円ぐらいですからね。ランチもドリンクも結構お手頃なんですよ。カフカも通ったと言われるそんなカフェですけど、この高級感では考えられないぐらいの値段設定です。アボカドのサンドイッチいただきます。素晴らしいクオリティ。拡張ばかり高いんではなくて、今も地元の人に親しまれている、かなり利用されるそんなカフェです。レストラン、普通のレストランでメイン一品とビールの値段がケーキ1個とコーヒーの値段よりも安かったりするんですよね、チェコの場合って。だからカフェ代の方がね、お金かかったりとかしますけどね。
ラハの街は旧市街の中心に来れば来るほど、あの車通りが制限されているので、あの街歩きもそうですし、カフェとか、まあ、お酒を飲む人にとっては、ね、パブみたいな場所も多いので、まあ、とにかくゆっくりできる、治安もいいですから、かなりまあ気持ち的にゆっくりできる街ですね。まあ、長旅に疲れた時にちょっとこう綺麗な街並み、そして落ち着ける、一息つける街としてもプラハはかなりおすすめですね。人も穏やかで、まあ、街の雰囲気と街の雰囲気にも出てるんですけどね、人とのやり取りでのストレスっていうのもほぼないですよね。それでいてオペラとかコンサート、オーケストラとか音楽も鑑賞できますし、もう美しい街の中にいるだけで落ち着きますね。まあ、パリとかローマとかロンドンみたいに人もそんなに多くないので人からのストレスっていうのはないですね。素晴らしい。チェコ来てよかったですよ、プラハ。